ヤマハのショップに行ってですね、スクーターを直してきました。原因はですね、このエアクリーナーですね。これ私ちょっとスクーターあんま詳しくないですけど、このエアクリーナーのところがもうホコリがいっぱい詰まっててですね、目詰まりしてたそうです。これで、アクセルを開けると、空気が足らなかったんでしょうね。それでボコボコっていって止まってしまったということで、ここのエアクリーナーの部分が新しくなりました。これで確かに今は快調です。よいしょ。ちょっとエンジンオイルも交換しました。もうかなり距離が走ってたんで、まあこれはまあ変えないといけなかったでしょうね。あとセルモーターも回らなかったんですけど、セルモーターも変えたのかな。セルが回らなく効くだけであったんですけど、セルも回るようになりました。ちょっと回るかな。ちょっと待って。ちょっとセル回るかな。よいしょ。よいしょ。さっき今までキックでやってたんですけどね、セルが。あれ。あ、ブレーキだ。ブレーキやんなきゃダメなんだこれは。そうだそうだ。ブレーキ。よいしょ。おお。セルで回るようになりました。これでかかりましたね。これでちゃんとなりました。これでまた乗ります。よいしょ。お願いします。治りました。エンジンオイルと、セルが回るのと、あとエアクリーナーの交換でだいたい費用が25,000円ぐらいかかりました。結構よく走るし便利です。